はい、皆さんこんばんは。自分これですね、 iPad mini じゃないや、 iPad Air 購入しました。まあ、裸で使ってみるともうほんとものすごい使いやすい端末だなと思います。意外と、まあ、軽いし薄いし最高ですね、こいつは。はい、でこいつ裸のままで自分使うのはあんま好きじゃないんですよ。なんで、今回は、はい、ケースを買いました。でまだ出たばっかりで、あのケースの種類が少ないんですよ。でこれ赤色買ったんですけど、他の色は全部売り切れててありませんでした。なんでこいつを買ってきました。はい、本当はね茶色みたいな、こういうブラウン系の色が欲しかったんですけど、まあね、あるもので我慢しようと思ってもう購入しました。自分こう iPad とか裸で使うんじゃなくて立てかけて使ったりとよくするんですよね。はい、赤色です。あ、透明シートもついてました。はい、こいつ。ちなみに自分が買ったシートはこいつです。保護フィルム、このね、高光沢フィルムのやつを買いました。鮮やか鮮明。やっぱ指紋つかないやつとか考えたんですけど、やっぱせっかくレティーナなんで画面綺麗なまま使いたいじゃないですか。だからこういう透明感のあるやつを買いました。はい、これ鮮やかすぎる、鮮やかすぎますよね、この赤色。はい、こういうの入ってます。ほい、なんか説明書、質感は安っぽくもなく高級感もなく無難なとこなんじゃないでしょうか。はい、ただねやっぱりちょっと裸で使い慣れてたんで、これつけるとすごい重い。まあこういうね、こういう角度調整ができるみたいなんで自分こいつを買いました。ゴムバンドもついてるんで、まあ女の子にはおすすめなんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今日は iPad のカバーの紹介でした。よかったらチャンネル登録もお願いします。